ご機嫌いかがですか？花咲ゆきみです。私はプロフィールにも書いてあるんですが、カレーが大好きなんです。今日はそんな大好きなカレーをちょっと作ってみたいと思うんですが、普通に、人参、玉ねぎ、じゃがいも、お肉、そしてカレー粉だけでもとても美味しいカレーはできますが、そこにあるものを加えるとこんなにも美味しいカレーに変身するっていうのをちょっとやってみたいなと思いますので、ぜひ皆さんに最後まで見ていただければとても嬉しいです。それではカレーレッツクッキング。10皿分の材料です。じゃがいも3個、人参2本、玉ねぎ4個、お肉 500g、カレー粉は2種類。隠し味の材料、リンゴ1個、ニンニク1かけ、蜂蜜ソース、コーヒー、チョコレートは少し使います。1ヶ月前に演歌歌謡曲などの音楽情報雑誌、月刊カラオケファンにて新連載がスタートした記念に、その連載に関連する動画をアップしましたが、その中でお料理シーンがありました。すごく短く編集されていたので、今日はそのお料理シーンをたっぷり見ていただきたいと思います。まずは人参の皮をピーラーで剥いていきたいと思います。先ほどたっぷりとお見せしたいと思いますと言いながら、もう4倍速になったりしてますけれども、さすがにずっと、流しっぱなしだとこの動画は30分以上超えますので、ところどころ4倍速でいきたいと思います。ちなみに包丁研いだばっかりなんですが、人参が硬いのか包丁があんまり切れないのか、結構切るとき苦戦しております。はい。そしてここで一つ問題が、いつも私人参を小さく切るんですけども、今日はちょっと見栄えを重視して大きく切んなくちゃいけないのに、もう人参をねさっき半分に切ってしまいましたが、これはちゃんと、乱切りにしているところです。なんかいつもの癖が出ちゃってね、つい半分にしてちっちゃく切ろうと思ってたんですけど、だから今残ってるのは細かく切るしかないんですけど、ここはちょっと見なかったことにしてください。はい、これはちっちゃく切ります。はい、ちっちゃく乱切りしたいと思います。いつもはねこのぐらいの大きさなんですよ。はい、はい、ここからは、私の大好きなじゃがいもの皮をまたピーラーで剥いていきたいと思います。今日はね男爵芋を使ってますけれども、メークインを使ったり、男爵とメークイン両方ね合わせて使ったりもしますけども、まあ基本的にはなんとなく個人的には男爵芋の方がホクホクして美味しい気がするので、男爵を使うことの方が多いです。包丁の顎を使って、じゃがいもの芽を取り除いています。しっかりね取り除きました。はい、皮を剥いたじゃがいもをまず半分に切ります。やっぱりこの包丁は切れないな、もう新しいの買わなきゃな。半分にして、またそれを半分にして、結構カレー作る時は私はじゃがいもを大きめにします。よく煮込むから溶けちゃうのでね、大きめに切ります。はい、残りのじゃがいもも、同じような大きさに切っていきたいと思います。この材料だとまだシチューも作れるし肉じゃがも作れますよね。でも今日はちゃんとカレーを作りますからね。はい、玉ねぎを、剥いて、今は芽とかを取り除いてます。玉ねぎもじゃがいもと同じく結構私は大きめに切ります。玉ねぎもね煮込むと溶けやすいですからね、ざっくりと大きめにこのように切ります。玉ねぎは今日は4つ使っておりますけども、普段はですねもうあればあるだけ使っちゃう時もありますね。それだけね、やっぱりたくさん入れれば入れるほど甘みも増してやっぱ美味しさがアップするんですよ。はい、だからたくさん入れちゃいます。で今日は4つ使いますけども、4つのうち3つは普通に切って、でこの最後の1つだけはですねみじん切りにします。みじん切りにして一番最初に炒めることで
すごくコクが増すのと、あとそう甘みがやっぱ出るんですよ。だからここから今みじん切りを頑張ります。みじん切りはですね、こう端からまず縦に、細かく包丁入れてって、で今度横にも入れて、で根元を切り離さないようにまた縦に細かく切っていくっていう作業が、こうちょっと神経集中しなくちゃいけないんですけども、一番最後にもう細かくなれってこうね、包丁をトン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 ってやる時が、こう一番、まあ、ストレス発散じゃないんですけど、なんか快感というか、うん、みじん切りこの部分好きですね。はい、みじん切りできました。はい、それでは続いては、ちょっと変な顔してますけども気にしないでくださいね、隠し味その1、リンゴですね。リンゴの皮を剥いていきたいと思います。今リンゴをね、隠し味の材料として、ご紹介しましたけども、結構カレーにリンゴ入れてる人もいるんじゃないかなって思います。皆さん入れてますか？私はね、今から切って、すって入れるんですけども、そのまんま普通にじゃがいもみたいに切って入れるっていう人もいますし、うん、やっぱすって入れる人もいますし、カレーにリンゴを入れる人ってそんなに、まあ、珍しくないかなと思います。はい、今からすりますよ。頑張りますよ。自分の手はすらないでくださいね。リンゴってすごいね、栄養が豊富で、リンゴを食べると医者知らずっていうぐらいね、リンゴってすごく体にいい食べ物だと言われてますが、皆さんはリンゴ好きですか？私この切った普通のまんまとかガブって丸かじりするのは好きなんですけども、小さい時風邪ひくと母がこうやってすってくれて、それすったのをスプーンですくって食べなさいとかって風邪に効くのよなんて言ってたけど、もうそのすったのがどうもダメでね、はい、と言ってるうちに、ニンニクです。はい、隠し味その2、ニンニク。ニンニクも、玉ねぎのみじん切りぐらいちっちゃく切っていきたいと思います。ニンニクも、隠し味としてご紹介してますが、結構ね、おろしニンニクを入れるよっていう人もいましたし、今まで。で、私と同じようにこうやって細かくみじん切りにして、お肉と一緒に炒めるよっていう方もいらっしゃったので、まあ、リンゴとニンニクは隠し味のうちに入らないのかな。でも一応隠し味ってことにしといてください。それではフライパンをね、温めて、オリーブオイルをフライパンに入れます。はい、ここからは玉ねぎのみじん切りしたものをですね、ちょっと炒めていきたいと思うんですけれども、しっかりとフライパンが全体が温まってから入れたいと思います。大丈夫かな。それではそろそろみじん切りをした玉ねぎを投入したいと思います。はい、できれば飴色になるまでよく炒めたいと思います。決してチャーハンを作るわけではございませんからね、しっかりと玉ねぎを炒めていきたいと思います。ちょっとね、飴色になるまで時間がかかるんですよね。でもしっかりとここが重要なので炒めていきたいと思います。はい、しっかり飴色になりましたね。すごくいい匂いがしてます。皆さんに届きますか？はい、これを一回フライパンからお皿に移します。また後で使いますからね。ちょっと冷ましておきます。はい、はい、こんな感じで玉ねぎのみじん切りを飴色になるまで炒めましたよ。はい、それではフライパンとお鍋チェンジ。今日はね、10皿分ということで大きなお鍋を使いたいと思います。まず、オリーブオイルをね、入れました。しっかり、お鍋が温まっているのを確認して、最初はですね、みじん切りをした
ニンニクを入れていきたいと思います。この香ばしいニンニクが焼ける匂いがたまらない。もう本当にそれだけで食欲そそります。はい、しっかりと炒めていきたいと思います。はい、冷蔵庫から豚肉 500g を取り出してお鍋にジャーンと入れます。ここからしっかりと、炒めていきたいと思います。私はね、カレーを作るときはだいたい豚肉の、ブロック肉っていうんですか、結構こう大きい塊のものを使うことが多いんですけども、鶏肉派の方もいらっしゃったり、あとね、牛肉派の方もいらっしゃると思います。手羽で作るっていう人もいるかなと思うんですけど、まあお肉はね、人それぞれお好みがあると思いますけども、私は豚肉のブロック肉を使ってます。はい、続いては玉ねぎを入れます。これはみじん切りのじゃなくて普通に切ったものですね。はい、ここからまたしっかりと炒めていきたいと思います。実はこの瞬間、先ほど切った、じゃがいもと人参をですね、電子レンジで 7、8 分温めております。普段は、玉ねぎも一緒に、レンジでチンしてるんですけども、この日はなぜか忘れてしまいましたので、今お肉と一緒にせっせと、炒めております。やっぱレンジを使った方がですね、火が通りやすくなります。はい、ここで先ほど飴色にね、炒めた玉ねぎのみじん切りを入れたいと思います。はい、またここでしっかりと炒めていきますよ。こう量が多いと炒めるのがね、大変だったりするので、こう時々こう鍋をね、フリフリします。なぜか腰もフリフリしてますけど気にしないでください。はい、ここで、電子レンジがチーンとなりました。じゃがいもとね、人参を 7、8 分ね、温めて、結構こういい感じにホクホクになってると、はい、思います。これをお鍋に投入。じゃーん、これね、もう結構火が通りやすくなると思います。はい、ここからまた炒めていきますよ。じゃがいもと人参がね、投入されたことによって、お鍋の中がね、もういっぱいなので、ちょっと炒めるの大変ですので、ここでまた蓋をして、フリ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 したいと思います。腰もフリフリしてます。はい、だいぶね、全体的に火が通ったかなと思いますので、ちょっと確認をした後に、この後お水を入れていきたいと思います。はい、お野菜にね、こうひたひたになるくらい全体的に入れていきます。ちょっと多いぐらいでもいいかなと思いますけど、必ずこうひたひたになるくらいにね、お水をしっかり入れてくださいね。お鍋の周りにお肉とかね、玉ねぎがこうくっついちゃったりしてるのでね、しっかり中に入れ込んで、この後ね、じっくり、煮込んでいきたいと思うんですけれども、ここで、はい、先ほど吸ったリンゴちゃんを入れますよ。ちょっと蓋が開かないんですけど、はい、開きました。じゃーんと入れて、しっかりとこのすったリンゴもね、一緒にお野菜とね、グツグツ煮込んでいきたいと思います。先ほどね、小さい頃風邪をひいた時に母がリンゴをすったのをね、作ってくれたけど、それがちょっと苦手って話をしましたが、こう煮込んじゃうやつはね、大丈夫ですよ。はい、それではこの後は、隠し味その3の蜂蜜を入れます。大さじ、そうですね、2杯ぐらい入れます。はい、これでまたしっかりと煮込んでいきたいと思います。もしかしたらカレーを作る時に蜂蜜も入れるよって方いらっしゃるかもしれないですね。ではここでちょっと時間を置きたいと思います。はい、ちょっと時間を置きました。結構アクが出てますね。しっかりアク取りをしますよ。ここがね、重要ですからね。それでは蓋をして、もう少しだけね、じっくりコトコト煮込みたいと思います。はい、数分経ちました。お鍋はどうでしょうか。じゃーん、いい感じですね。もうね、
火もしっかり通ってるかなって思うんですけども、念のため人参とねじゃがいもに、しっかり火が通っていることを確認したいと思いますので、これからどちらもちょっと竹串で、刺してみたいと思います。はい、しっかり通るかな。お、はい、通ったみたいですね。大丈夫、 OK、 よく煮込まれてました。じゃあね、ここから、ルーを入れていきたいと思います。火を止めまして、今日はバーモントカレー甘口のカロリー 50% オフというものと、ジャワカレーの中辛の同じくカロリー 50% オフというねカレーのルーを2種類使います。いつもね必ず2種類使うことが多いですね。甘口と中辛、もしくは甘口と辛口のルーを使ったりします。はい、じゃあこうやって入れていきます。カレーのルーを入れるときはね、必ず火を止めた方がいいですよ。その方がこう溶けやすくなりますからね。しっかりと全体的に混ぜていきます。はい、じゃあこの辺で隠し味その4です。さあ、これはなかなか入れる人がいない、チョコレート。チョコレートをね、こう2かけっていうのかな、チョコレート2かけ2粒と、隠し味その5、コーヒーを入れます。このコーヒーも入れるっていう人今まで会ったことありません。でもね、全然入れるのと入れないのとじゃね味が違いますからね。ちょっと騙されたと思ってね、今度入れてみてください。はい、そして隠し味その6、ソース。ソースは大さじ1杯ぐらいでいいかなと思います。まあお好みで 2,3 杯入れるのもいいかなと思いますが、私は1杯で。このソースもカロリー 50% オフのものを使いました。はい、ここでまた蜂蜜が出てきました。さっきも使いましたけどね、隠し味で入れた、先ほども入れた蜂蜜を今度また大さじ1杯、追加で入れます。はい、これでまたしっかりと、混ぜていきたいと思います。今ね、映像をご覧になってくださってる方の中で、隠し味にチョコレートとコーヒー入れたからなんか変な味になってんじゃないのかなって心配してくださってる方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっとね味見してみますから、ちょっと心配だと思うので、はい、どんな味かな、美味しくできてるかな。さあどうだ、グー、美味しい、よかった。そうです、この隠し味を入れることによってより美味しくできてますからね、皆さん心配しないでくださいね。はい、これで、出来上がりですね。じゃあ盛り付けていきたいと思います。これはもち麦と玄米を混ぜて炊いたものをですね、いつも、冷凍にして置いてるんですが、チンしたところです。はい、それをお皿に入れてカレーをよそって、はい、そしてですね、冷蔵庫に茹でたブロッコリーを入れてあるので、いつも、はい、これをトッピングします。いい鮮やかなね色ですけど、ブロッコリー苦手な方もね結構いらっしゃるかな。でも美味しいですよ。はい、できました。はい、カレーライス完成いたしました。いかがでしょうか。というわけで出来上がりましたので、ちょっと試食してみたいと思います。いつもこう茹でたブロッコリーを乗せて、ご飯は、もち麦と玄米をね一緒に混ぜて炊いたものを食べてます。それではいただきます。じゃあまずはじゃがいもから。ホクホクして美味しいです。普通のカレーを作る材料で普通のカレーをこう使ってるんですけども、やっぱり隠し味に蜂蜜とチョコレートとコーヒーとソース、そして途中でリンゴをすったのを入れているので、こう甘みとか深みが出てとっても美味しくなります。ぜひ皆さんも、ちょっと隠し味を入れて作ってみてください。というわけで今日は私の大好きなカレーを作りました。
最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひ皆さんチャンネル登録、そしていいねのボタン押してくださいね。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。